ムラト三世、ムラト三世は、オスマン帝国の第十二代皇帝、第十一代皇帝セリム二世の子。1546年、ムラトは、マニサで、セリムとヌール・バーヌの子として生まれた。彼は1557年の活稽の儀式の後、アクシセヒルの知事になった。1574年、父のセリム二世の、突然の崩御の知らせを、認知のマニサで受け取った。 村との五人の弟は皆幼く、まだ大使として任命されてなかったため、彼は実質的に唯一の継承者とみなされていた。大最初をそこルから送られてきた知らせには、〇〇海岸で村とを迎える船が用意されるとのことだったが、駆けつけた村とを迎える船は来なかった。やむなく自ら手配した船で村とはひどい嵐に、悩まされつつもトップカップ宮殿にたどり着いた。 即位した後は、ソフスレーマン一世時代の大宰相、ソコルルメ・フメト・パシャや、その後を受けたヒサフィエ・スルタンの補佐を受け、彼自身は何もしなくても明細章たちが政務をやってくれるという体制が続いた。対外政策においては、1578年から1590年までの12年間、イランのサハビリ朝と交戦した。ソコルルメ・フメト・パシャは、海戦に否定的であったが、 村と三世は主戦派に押され戦争を開始した。サファビー朝はタフマース部一世の守護宮廷は乱れ、さらに貴族たちの間で派閥争いが起きていた。この隙をついて、オスマン側はアゼルバイジャンなどの高カサス獲得を目的としてクリムハン国と共に戦争を始めた。オスマン側は早くもイラン西部を獲得し、クリムハンクに率いる軍隊はアゼルバイジャンを攻撃した。 1583年に、松明の戦いで勝利し、いよいよ、コーカサス、イラン西部の支配を固め、1585年に、タブリーズを、1588年に、カラバフを攻略した。1590年に、サファビー朝と和平を結び、コーカサスの支配権を認めさせた。しかしこれも、明細将たちのおかげでしかなく、サファビー朝の側が王を、 交代や1587年のシャイバニー町の侵入、さらにサファビー側の内紛、シャーチョク族のグズルバ主導士の内紛、といった条件が重なった結果であった。戦争中に、ソコルルメフメト・パシャは暗殺され、帝国の生態は、軍事国家から、官僚国家に移行していくことになる。しかし、後に、アッパース一世の下で、サファビー町が勢いを取り戻し、 反撃に出た。1603年にタブリーズを奪還され、さらにグルジア、アゼルバイジャンの要衝を奪われたため、1607年までにオスマン帝国は村と三世時代に獲得した領土をすべて失った。このような状況は西の戦線でも見られ、1591年にオスマン帝国のボスニア州の知事が王領ハンガリーに侵攻したのを契機として1592年に、 ビハチ城塞を陥落させた。そこで、キリスト教と五千人が殺害されたという。1593年、小座ナンパ南シャに引きずられ、有力軍人たちの派遣争いの結果として、本格的に、王領ハンガリーへの侵攻が始まった。当初は、ウィーンに通じる幼少のジュールを占領するなど戦果を上げた。しかし、施策の戦いで敗れ、1595年に、 エステルゴム要塞を失った。オスマン側の不利と見たトランシルバニア、ワラキア、モルドバの三国はハプスブルク側についた。さらにはカルガレニーの戦いでシナンパシャ率いる軍がミハイユ観光に敗れた。この戦争においてある城を取れば別の城が奪われるという一進一退の状況が生まれた。このハプスブルク側との戦争は長期にわたり、 和議が成立したのは、アフメト一世の頃だった。村と三世の治世中の1580年代、財政赤字が表面化した。1581年に初めて年間の収支が赤字になった。帝国は大量の兵士を雇う金と、新技術の導入、そして、サファビー朝との戦いやハプスブルク家との長期、トルコ戦争などの相次ぐ遠征により、 財政赤字はさらに拡大した。村と山水は、これを補うため、トリポリとチュニスの知事から大祭祥を通じて、賄賂をもらっていたという。財政悪化に対応すべく、1589年に、軍隊の給料を、銀の保有量を減らした銀貨で支払った。しかし、常備機兵の間で不満が高まり、イスタンブルでは、暴動が発生し、 大最小のカニジェリーシアブシュパシャは罷免された。さらに、新大陸からの銀の流入が16世紀以降の過剰人口と相まってインフレーションを引き起こした。これにより、食料価格は上昇し、人々の購買力は半減した。特にアナトリアでのインフレーションは凄まじく、後にジェラーリーの反乱へと繋がることとなる。 政府は税収を増やすべく、1590年代からヒムスリムが支払う人頭税を上記のインフレに合わせて税額を増やした。さらに、戦時などの臨時税であったアバールズ税を向上化した。人頭税とアバールズ税の徴税に向かう、徴税官には中央政府の周辺にいた常備機兵が多く、これは彼らを徴税官として使うことで国庫に入る収入の確保と、 彼らへの収入の二つが補填された。また、さらなる税収を増やすべく徴税受け負い制の導入、拡大をした。徴税受け負い制とは、本来、スイーパーヒーに与えられていたティマール地を没収してその税収を軍単位でまとめて、これを、ムカーターという。選ばれし、徴税受け負い人に、一定の期間で徴税権を与えるものである。 そもそもティマール地からは税収が入ってこなかったため、これにより税収は増加した。徴税受け負い人は政府が決定し、高い価格を提示し、保証人が確保された人物に徴税権が与えられる。受け負い期間は3年から9年、もしくは最大12年与えられたが、もしもより高い価格を提示した受け負い人が出た場合、途中で打ち切ることもできた。そのため、 一年程度で徴税受け負い人が交代した。ムカーターを買い取った受け負い期間は、前払いで、納税額の一部を国庫に収めた。この徴税受け負い制度は、以前からあったが、16世紀の末に、その適用範囲が大幅に拡大された。この制度で、オスマン帝国の税収に占める徴税受け負い制の割合は増加した。ただし、 ティマール地を没収された騎兵たちは後にジェラーリーの反乱で帝国に反逆することになる。ソコルルの死後、ムラトはソコルルのような強大な権力を持つ大宰相の存在を望まなかった。彼の時代には10回以上大宰相が交代した。短期間ながらも大宰相を任命しなかった時期もあったが、これは帝国史上異例のことだった。 さらに自身を中心に権力を確立する政策を打ち出す。それは、ハレムを統括する黒人観覧朝食が創設されたこと、母のヌールバーヌーがバリテという称号を得たことは宮廷に村とを中心とした党派の形成に一役かった。スルタンの権威を高めるため、バヤジと二世を上回る歴史書が書かれたのも彼の時代である。 ムラと三世自身はハレムに入り浸って快楽に溺れたために自身の楽しみに乱費してオスマン帝国の財政をかえって悪化させ帝国の衰退の原因を作り出してしまったムラと三世はトップカップ宮殿の第二の庭に自分のハレムを建設させたトップカップ宮殿内に正式にハレムが建設されたのは彼の代になってからだったまた 12年間に及ぶ戦争で勝利したとはいえ、やはりその莫大な戦費は財政悪化の一因となってしまった。やがて、セルジューク・トルコの王族の末裔を称するシェムシ・パシャを寵愛し、その入れ知恵で大金を提供する者たちに感触を与えるようになった。強欲な皇帝が公然と売介、収賄する腐敗ぶりを見て、シェムシ・パシャは公然と 我が王朝を滅ぼしたオスマン家に今や報復することができるぞ。腐敗は必ずや帝国を滅亡させるであろうからと表現したという。1579年にソコルルム・フメト・パシャが暗殺されると、シェムシ・パシャは大宰相になった。しかし翌年シェムシ・パシャが亡くなると、ララムスタファ・パシャが大宰相になるがすぐ亡くなったため、コジャシナン・パシャが大宰相を務めた。ただし、 シナンパシャも1582年に解任されており、その後、カニジェリシアブシュパシャを大宰相を任命しており、大宰相は頻繁に交代するようになる。その後もオズデミル・オール・オスマンパシャ、ハディム・メシフ・パシャと大宰相は交代しているが1586年には、カニジェリシアブシュパシャが再び大宰相に就任している。晩年には、イングランド女王エリザベス一世の国士が、 来訪している。1595年、50歳で放ム村とは、妻のシャフィエとの間にメフメトと二人の娘がいた。しかし、母のヌール・バーヌは、もしもの時のために、村との一夫一妻制を心よく思わなかった。王位継承から5、6年後、村とは妹から新しい嫁をプレゼントされた。彼女らと成功を試みたが、ラトは、勃起不全だと判明した。 母のヌールバヌは、サフィエと、その使用人を非難した。最終的には、宮廷の医師が、インポテンツの手術に成功したものの、副作用は急激な性的欲求の増加であった。彼が死去する時には彼に、大勢の子供がおり、男子は、長男メフメト以外だけでも、19人もいた。あとを、このメフメト三世が継いだ。トルコの作家、オルハン・パムクの小説。 私の名は、紅では1591年の村と三世の宮廷を題材に、東洋と西洋の力の逆転を描いている。ありがとうございます。